海と日本プロジェクト in 静岡県推進リーダーのカホです。ナナミです。今日の話題はこちらです。早速ご覧ください。海と日本、海と日本プロジェクト in 静岡県では、子どもたちに海への関心をより深めてもらうために、毎年キッズサマースクールを開催しています。昨年は駿河湾に住む桜エビや深海魚の生態について多くのことを学びました。またイベント企画として、沼津市の回転寿司沼津寿司の助さんにご協力をいただき、桜エビと深海魚を使ったオリジナルメニューを販売していただきました。メニューは駿河湾のルビー桜エビをふんだんに使用したオリジナルメニューこぼれ桜エビと、桜エビと深海魚地魚の5点盛りで、合わせて子どもたちがデザインしたランチョンマットも作成。お客様からの好評を得て無事販売終了となりました。私たち沼津寿司の助では、沼津港直送の海の恵みを多くの方に味わっていただきたいとの思いで、日々新鮮なお寿司を提供しております。駿河湾が誇る美味しい桜エビと深海魚をご賞味いただき、活動内容にも関心を持っていただければ幸いです。いかがでしたか？一生懸命取り組んでいましたね。他にも海と日本プロジェクト公式 YouTube チャンネルでいろいろな動画を配信中です。ぜひご覧ください。海と日本。